はい、では再開いたします。積みゲーを崩すキャストということでドゥームゼロなんですが、またなんか見移りしちゃうマップだな。久々にこの人間のキッチ系のところに来ましたが、こっちも長そうだな。開いちゃう。あそこもイグジットがあるから、こっちはジルヌじゃないな絶対に。これ転送装置っぽいね。はい、まあまだでしょうね。そう、せこせこしてその横のアーマー取ろうと思ってたら、まあせこせこしててよかった。あるわけじゃない。ずいぶん広いところですね。まだいんのか。赤い鍵が必要。鍵は3色ある。喧嘩しない？マンキュアス撃てよ。お、なんか全然違うとこと喧嘩してるな。お、いいね。どっちが勝つかな。あっちか。また玉転がありますが、なんか動きそうなとこいっぱいあるんだよね。そしてなんか喧嘩しそうな配置がすごいいっぱいあるね。失礼。よし、鍵があるが。お、動くね。はい。戻ってきてるね。
これ何なんだろうね。ただこれがあるって。あ、下ろせる。ああ、こっち側か。すいません、また咳が咳が出るようになっちゃった。こっち側ね。ねえ。どっから出てきたお前。鍵が全然手に入らんね。どんどん先には進んでるんですかね。どっかに帰ってくるよ。ああ、はい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 。で？ん？なんか声するな。ん？なんだここ。なんかすごくややこしい気がするぞ。鍵3つともそこにあんのか。行ってないところは、なんかこれでドアは対応してるっぽいな。はい。そういうこと。あ、でもシークレットだな。ジンルじゃないんだ。ここは違う。一通り見た。じゃああのEXITの方かな。合ってたっぽい。スイッチ押したよ。
何が動いたのかが分からんな。あ、なんか動いてんのこれ。あ、ここが動いたのか。どうなってる？あそことあそこが空いてる。この状態から飛び降りる必要があるから。で、青い鍵。流そう、ここ。とりあえず青い鍵ゲットしたんで、行ける場所は広かった。これゴールの近くにあったところが開いたってことかな。あともう何箇所かあったはず、青い鍵。こっちってもうないんだっけな、もう。ああ、この上ってだけか。じゃあこっち。この先ら辺にあった。これだ。暗いのはやめてくれってば。お、喧嘩してる。喧嘩させとけ。目は楽になるよ、これ。巻きますか。おー、どっから来た。回復回転はその辺いなかったっけか。いやー、近づいてきてはくれてないね。よしよし、明るいところでやろうぜ。上げなきゃいけない。
ぐるっと回ってきただけなんだけど、なんかやったか俺は。なんかそこに空間があるの。これは飛び降りたら、ああ、オッケー。シークレットではない。ああ、飛び降りられると。鍵二つ目。お喧嘩する？果敢にもあいつに挑み方がある。もうめっちゃ頑張ってる。だよね。見えてる。よし。でさ、なんかゴールのところにあったマークのスイッチを2つ押したんだけど、鍵もう一個あるよね。ゴールに入れるか。ゴールに入れるが、鍵は三つある。赤い鍵を取っていない。あれを取ってない。生き方があるのか。いけそうかな。あ、くそ。なんかそれに乗れるんじゃないかな。いや、そういうことじゃない。あるいはこっち側じゃなくて向こう側だったか。うん、違うっぽいな。こっち側行ってみるか。
違うね。むしろこれが邪魔だな。赤い扉の向こうだよな、行ってないのは。まああんまり分かんなかったらやめておきますけど、しかし悔しいですからね。なんかここに空間があるのも気になるんだよな。ねえ、全然見えてんだけど、分からんの？いっか。あるいはここになんかあった？そういうことじゃないっぽいんだよな。上とか？わからんな。ここ普通に来れるんだった。ああ、行けそう、今の。違うのかな。確かに距離は伸びちゃうんですが、逆に言うとこの斜め走りの方が飛距離は伸びるはずなんで、いけた、よし。さあさあさあ、何が待ってる？
ただこれがあるだけ。うお。はい、さらに長いね、シークレットが。まあ黒字は黒字になりそうだな。ん？なんだそれ。とりあえずこれはもらう。ここが開くな。お。PFG がもらえるはずだったと。ちょっとチェーンガンの弾回収してから帰るか。さすがに使いすぎたな。こんなもんか。さあ行きましょうか。まだ続くのかと思った。ああこれでも 75? まあいっか。はい、では、今回はここで終わりにしたいと思います。次回またこの続きからやっていきたいと思います。では、お付き合いいただきありがとうございました。終了いたします。